はい、どうもこんにちは、池さんです。本日はなんと1000フィルパワーもある、ナノユニバース別注の、カリマーのコンコルビアライトダウンジャケットというのを購入しましたので、こちらを紹介したいと思います。本日の内容はこちら、1番目特徴、2番目サイズ感、3番目デメリットについてです。それでは行ってみよう。はい、1番目の特徴です。まあ、なんといっても特徴といえば、ダウンの品質と暖かさを示すフィルパワーが、まあ、こちら1000フィルパワーあるっていうことなのかなと思います。まあ、初めて1000フィルパワーのダウン買ったので、じゃあどれぐらい暖かいのかっていうと、まあ、これからずっと着てみて感じることなのかなと思ってるんですけど、まあ、そもそも暖かさって、ダウンがどれぐらい量あるかによっても全然暖かさっていうのは違うと思うので、一概に1000フィルパワーだから暖かいとは限らないのかなと個人的には思ってます。で、こちらの、重さ自体は L サイズで、まあ、なんとたったの 192g しかありませんでした。で、まあ、軽量化を考えて生地も、こちら見えるかちょっと分かんないですけど、薄手の、7デニールのリップストップナイロンになっています。まあ、これだけ軽量だとダウン量もそこまで多くないのかなと思いますけど、まあ、先日購入したこちらモンベルのラウンドネックダウンジャケットが 147g で、まあ、150g ぐらいしか差はないんですけど、まあ、こちらのダウンをこうやって触ってみても、まあ、厚みとかも全然カリマーのコンコルディアライトダウンジャケットのがあるし、まあ、実際着てみてもこちらの方がすごい暖かく感じてます。まあ、これが1000フィルパワーの実力なのかなと一つは思いました。で、まあ、実際、まあ、東京の1月末ではあるんですけど、まあ、真冬シーズンに、まあ、ジムに、自転車で通っていて、まあ、実際これを着て、通ったんですけど、まあ、その時に感じたのは、思ったよりも寒くないなと思いました。寒く感じませんでした。まあ、一つ理由として思ったのが、まあ、首元がフードタイプだとあんまり首元ってしっかり、しまってない感じはするんですけど、これに関してはぴったり首元をフィットし、まあ、ダウンがフィットするんで、まあ、風も全然入らないっていうのもあって、まあ、その分あとはまあ全体的にも、まあ、ちょっと細身にはできてるのかなって形なので、まあ、そういったところで風が入りにくい構造が、体感的にも寒く感じないのかなと思いました。まあ、東京だったら、まあ、薄手だけど、真冬でも耐えきれるのかなと、個人的には思いました。ちなみに、このコンコルディアライトダウンジャケットは、厳冬期登山でのインナーダウンとしても活躍する商品で、まあ、収納時にかさばらず軽量であることが重要なので、ダウン量としてはそれほど量は使われていないということもあるのかなと思ってます。で、まあ、インナーとして使われているということで、まあ、イメージなんですけど、まあ、ハードシェルのジャケットを上から着て、まあ、多分スキートがその後でもある意味使えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こんな感じで、外に、ハードシェルジャケットを着て、まあ、中として着込むことができるのかなと思います。まあ、登山とか行ったり旅行行った時になると思うんですけど、収納時はスタッフサックはついていなくて、まあ、こんな感じで、手を入れるハンドポケットのところから、収納ができます。実際にちょっと収納してみたいと思います。まあ、こんな感じで、収納ができるようになってます。まあ、これ自体が比較的大きめになっていて、まあ、ちょっと500ミリのペットボトルと比べると、まあ、若干大きいんですけど、まあ、そもそも収納袋が余裕があるから、まあ、もうちょっとコンパクトにしようと思えばできるのかなと思ってます。
まあ、収納はしやすいですね、この大きさなんで、はい。このダウンなんですけども、ドイツのホワイトグースダウンというのを使われていて、まあ、これの商品についてたやつにも、世界でも稀に見る至高の贅沢品というようなことが書かれていて、まあ、ダウンとした品質の高いものが使われているのかなと思います。で、価格自体は、こちらナノユニバースの別注品で税抜き 33,000円、税込み 36,300円になります。で、私が購入した時は、こちらの 30% オフの価格になっていて、まあ、税込みで 25,410円で購入ができました。で、こちらナノユニバースの別注の特徴なんですけども、まあ、特徴の一つが、服の色と同じように、ロゴマークが黒の色で、まあ、落ち着いたような色になってます。で、まあ、もう一つがこちらですね、エアリアルっていう、シリーズで、こちらもちょっと、オリジナルのやつは文字だけなんですけど、このロゴのマークもついているのがこの別注の特徴になっています。それ以外は特に違いはないのかなと思います。ポケットは、胸ポケットに一つついてまして、まあ、大きさとしてはスマホですかね、スマホがちょうど入るぐらいの大きさになってます。ハンドウォーマーポケットの、中面は、生地としては、まあ、軽量化も考えて同じナイロンでなってます。フリース地とかではありません。一応ファスナーがついてます。中面にもポケットがあり、右側と左右にポケットがあるんですけど、右側が、まあ、大きさのイメージとしては、まあ、7インチのタブレットが、あ、8インチですねのタブレットが、まあ、一応入る大きさになってます。で、左側のポケットの方が大きくできていて、こちら10インチのタブレットなんですけど、まあ、10インチのタブレットがすっぽり入るような大きさになっています。ファスナー部分は、ダブルジップタイプになっていて、まあ、下からも開けれるようになっています。で、首のところは、まあ、チンガード付きのタイプになっています。こんな感じで、はい、隠れる顎に当たらないようにちゃんとなっています。裾部分には、左右に、ドローコードが、ついてます。まあ、ドローコードの形はこういう形になってます。袖部分は、ベルクロタイプではなくて、まあ、インナーダウンだからだと思うんですけども、こういう形の伸縮性のあるゴムでできたタイプになっています。2番目のサイズ感です。参考まで私の体型は、身長178センチ、体重65キロ、肩幅45センチ、胸囲94センチ、袖の長さ62センチ、ウエスト78センチになります。サイズ表はこちら。今回は、サイトのサイズ表を見て、L サイズを購入しました。まあ、実際に着てみてタイトめな作りなので、まあ、L サイズでちょうどよかったのかなと思いました。で、まあ、実際測ってみたところ、着丈ですね、着丈が、74センチ、肩幅のところが46センチ、身幅が 54.5センチ、袖丈が65センチで、まあ、サイトの表記に比べて1センチぐらいはちょっと短いかなとは思いましたが、まあ、測り方によるとは思いますので、まあ、ほぼサイトと同じような、サイズ感なのかなと思いました。全体感のイメージになります。続いてファスナーを締めた場合です。
このコンコルディアライトダウンジャケットなんですけども、まあ、着丈背面が74センチで、まあ、お尻が結構隠れるぐらいの長さになっているのが特徴かなと、まあ、前面に比べて8センチほど長い感じになっています。まあ、こういった形の丈とかデザインが、まあ、好きじゃないとか好みじゃない人もいると思うんですけども、まあ、例えばドローコードでこうちょっとしぼめると、まあ、こんな感じで、まあ、見た目的には普通のダウンジャケットのような着丈にすることもできるんで、まあ、やり方次第かなと思いました。3番目のデメリットについてです。これは個人的な意見なんですけども、購入してから気づいたこととして、まあ、洗濯表示で、まあ、家での洗濯ができないっていうことが分かりました。なんか通常アウトドアブランドって、まあ、自宅でも洗濯できるっていうのが結構売りになっていると思うんですけど、まあ、このカリマーのコンコルディアライトダウンジャケットに関しては、家での洗濯ができないということが、まあ、一つデメリットかなと思います。まあ、あとは、まあ、ナイロン全体がナイロン地でできているんで、まあ、ちょっと静電気が発生しやすいのかなと思いました。まあ、それは2点がデメリットでした。はい、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。